ハンプトンはアメリカ合衆国のニューハンプシャー州ロッキンガム郡にある町。人口は14,976人。大西洋に望み夏に観光客で賑わうハンプトンビーチがある。人口は国道1号線と修道27号線の交差点を中心にした中心部に集中している。それだけで一つの国勢調査指定地域を形成していて、 住民は2010年国勢調査で9656人を数えた。マサチューセッツ湾植民地議会がニューハンプシャーで初めて設立した4タウンシップの一つで、もともとはウィナクネット開拓地と呼ばれた。当時のマサチューセッツは植民地外の地域にも権限を及ぼすことができた。アルゴンキン語族のアベナ貴族の言葉で心地よい松林を意味する。 ミナクネットは地域の高校の名にもなっている。1635年3月、ニューベリーのバイフィールドから小舟で上陸したリチャード・ダンマー植民地議会議員とジョン・スペンサーは、この地に深い感銘を受け、開拓を思い立った。二人から要請を受けたマサチューセッツ湾植民地議会は1836年3月3日、ダンマーとスペンサーに、 男子を動員し一軒の建物を建てるよう命じた。二人にはそのための権限が与えられた。1638年に、スティーブン・バチラー氏とその信者らがこの町に入植した。氏はかつて、グレーター・ロンドンのハンプトンで活動していた。1639年に調整を施行したが、当時の町域は、今のシーブルック、ケンジントン、ダンビル、キングストン、イースト・キングストン、サンダウン。 ノースハンプトン、ハンプトンホールズをも含んでいた。この地に入植したピューリタンの一人にエクセター出身のトマス・リービットがいる。その子孫のトマス・リービットは、州南部の地元政界を長年率いた民主党の大物でハンプトン町の測量と町づくりを推し進めた。また、ジェームズ・リービットは、ジョナサン・モールトン将軍のお屋敷を鎮着した。 さらに時代が下ると、一族はリービッツハンプトンビーチホテルを経営した。1850年代のエクセターハンプトントロリー線の開業で、ハンプトンはマリンリゾートになった。今もビーチをあてにしたショップ、レストラン、別荘が立ち並ぶ。国勢調査局によると、町の総面積は38.1平方キロで、このうち33.4平方キロが陸地。 総面積の12.38%にあたる4.7平方キロが水域である。中心部は14平方キロを占める。ハンプトン川とドレークス川が流れ、町内に降る雨は、漏れなく、大西洋に注ぐ。最高地点は、エクセターとの境界近くのブライドヒルである。2000年の国勢調査によると、町内には14,937人。 6465世帯4034家族が住む。人口密度は1平方キロあたり442.6人。住居総数は9349件で、1平方キロあたりに277.0件が立つ。人種構成は、白人が97.57%、アフリカ系が0.39%、ネイティブアメリカンが0.17%、 アジア系が0.86%、太平洋諸島系が0.07%、その他が0.25%、根結が0.68%。ヒスパニックナイシラティーノは住民の0.90%を占める。6465世帯のうち26.1%は18歳以下の未成年と暮らし、50.6%は夫婦で生活している。 8.7%は未婚の女性が世帯主で37.6%は家族以外の住人と同居している。30.0%が単身世帯で9.7%を独居老人が占める。1世帯の平均厚生人員は2.28人で家庭のそれは2.86人である。世代厚生は18歳以下が21.4%。 18歳以上24歳以下が5.4%、25歳以上44歳以下が30.5%、45歳以上64歳以下が28.0%、65歳以上が14.7%。市民の平均年齢は41歳である。女性100人に対し男性が94.5人にいる。一方、 18歳以上の女性100人に対しては92.6人いる。世帯あたりの平均収入は54,419ベイドルで、家族あたりでは66,000ベイドルである。男性の平均収入は46,727ベイドル、女性のそれは31,695ベイドルで、非労働人口を含めた。 住民一人当たりの収入は29,878米ドルとなる。総人口の5.9%、家族の4.5%、18歳以下の未成年の7.5%、及び65歳以上の高齢者の7.1%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。2000年の国勢調査によると、 町の中心部には9126人、3800世帯、2473家族が住む。人口密度は1平方キロあたり657.4人。住居総数は4020件で、1平方キロあたりに289.6件が立つ。人種構成は、白人が97.81%、アフリカ系が0.19%、 ネイティブアメリカンが0.08%、アジア系が1.08%、太平洋諸島系が0.05%、その他が0.25%、根血が0.54%。ヒスパニックナイシラティーノは住民の0.89%を占める。3800世帯のうち29.2%は18歳以下の未成年と暮らし、54.3%は 夫婦で生活している。8.2%は未婚の女性が世帯主で34.9%は家族以外の住人と同居している。28.3%が単身世帯で11.2%を独居老人が占める。1世帯の平均構成人員は2.36人で家庭のそれは2.93人である。 世代構成は18歳以下が23.1%、18歳以上24歳以下が4.6%、25歳以上44歳以下が30.5%、45歳以上64歳以下が26.4%、65歳以上が15.3%。市民の平均年齢は41歳である。女性100人に対し男性が91.7人いる。 一方、18歳以上の女性100人に対しては88.3人いる。世帯あたりの平均収入は57,356米ドルで、家族あたりでは71,094ベ米ドルである。男性の平均収入は51,130米ドル、女性のそれは32,468米ドルで、疲労働人口を含めた、 住民一人当たりの収入は3769ベードルとなる。総人口の3.9%、家族の1.9%、18歳以下の未成年の1.6%、及び65歳以上の高齢者の8.7%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ハンプトンに住んだことのある有名人を挙げる。ありがとうございます。